八つ頭は、長高最長名八つ頭科の一種である。官名は、タイマーサル。現代中国語では俗に、古、山尾小とも。全長、約28センチメートル。私有動色。くちばしは、黒で細長く、下に曲がっている。頭には、広げると線状になる冠雲があり、頭甲褐色で先は黒い。頭部、上背、胸は、大々褐色で、翼と、 尾は、黒か死色と白色の横縞模様。体の仮面は白身を帯びる。ヨーロッパ南部及び中部、アフリカ、南アジアから東南アジア、中国、沿海州にかけて分布する。北方で繁殖した個体は、東器南方へ渡る。日本では、少数が、旅鳥もしくは冬鳥としてトライする。記録は、全国からあるが、 南西諸島では春の渡りの時期に毎年通過する。秋田県、長野県、広島県では繁殖の記録がある。平地の明けた草地や農耕地に生息する。植生は主に動物食で地上を歩きながら昆虫類などを捕食する。繁殖形態は卵生。軌道や石垣の隙間などに映像するが巣箱を利用することもある。4から6月に5から8卵産む。 放乱日数は16から19日で、20から27日で、雛は巣立つ。6は主に分かれる。戦後になって皇居に一個体が飛来した時は、昭和天皇が観察を行っている。昭和天皇は、皇居の庭に降り立った八頭を見るため、双眼鏡を持ってくるよう自重に命じたが、里芋の一品種である。八頭と勘違いした自重は、お芋を見るのに、 双眼鏡がなぜいるのですかと聞き返したという、生物学者としての一面を兼ね備えた昭和天皇らしいエピソードである。その後、皇順皇后がその絵を描いている。2008年5月29日、イスラエル建国60周年記念事業の一環として投票により国庁に選ばれた。ユダヤ教の立法は、八頭は食用を避けるべき。 不浄な鳥類に定めている。ありがとうございます。